こんにちは、翔太です。今日もグラグラやっていきます。今日はですね、試練のと第26層やっていきたいと思います。今日はディアンヌか、ボスがディアンヌなんでっていうとこですね。で、あとこれ配置変えた方がいいな。ちょっとね、サリエル真ん中に配置してゴーセル左側っていう形でやっていきたいと思います。はい、やっぱなんかね、札がねちょっと腐っちゃうんだよね。まあ、なんでその辺考慮してサリエル真ん中に置いてあげて、ゴーセル左側と、まあ向かって左側に置いてあげてくださいという感じでやっていきます。で、ここはクリティカルダメージを相手に入れちゃうと、あのステータス爆上がりしてやられちゃうっていうギミックになってるんで、今回サリエル採用してますと。で、サリエルの攻撃だとクリティカル入らないんでっていう感じですね。で、なんでサリエルの札来たらサリエルの攻撃のみやってくって感じですね。で、両サイド削り切って最後、金札のカウンター入れて終わりみたいな感じでイメージでやっていきます。そう、札がね腐っちゃうから、まあ札重ねれるんだったら重ねてってあげて、で両サイドガツガツ削ってきます。で、ここでねゴーセルのランクアップと、あとサリエルのね攻撃札も来てくれたんで、まあ、ここランクアップして攻撃して最後カウンター入れて終わりっていう感じですね。まあ、簡単です。はい、こんな感じでやっていきましょう。んで、必殺はなんとか耐えてもらって、で攻撃ぶち込んであげて、まあ、ここでカウンター入れてもいいのかもしれないけど、まあ、一応次のターンでカウンターぶち込みますと。で、この金札のカウンター入れれば、まあ40万以上のダメージ多分与えれると思うんで、まあ、クリティカルもぶち込んであげて最後ね、まあ、35万と、まあ、残り HP35 万なんで、まあでも、まあ、うん、ゴーセルの攻撃札あれば、ゴーセルの攻撃も一応打ってあげて、で、最後カウンターと。で、まあこれで一気に倒しきるっていう感じですね。吹き飛ばしてあげてくださいという感じで GG ですね。まあこんな感じで、26層もクリアというところですね。ダイヤ30個美味しいです。はい。という感じで、なんとかクリアできましたね。まあ、こんな感じですね。まあ、クリティカルダメージをね、入れないで、倒しきるっていうところが大事になってくるかなと思います。クリティカル一発でも入れちゃうと、結構すぐ死んじゃうんで。というとこですね。ダイヤ30個。で、多分この謎のね、特殊戦技はクリティカルダメージ入れられると、ステータス爆上がりしますというとこですね。はい。という感じで、今回はここまでにしたいと思います。